茨城市いちごの未来花、上田です。はい、定食後初めてのですね、はかきをやっていこうと思います。はい、で、この定食してから、根が活着してきて、新しいこう新芽もですね、2枚目3枚目とほとんど出てきている中で、最初定食したての時にもともとついていた葉っぱですね、そういったものが、古いものを、どうしてもこう垂れ下がっていたりとか、折れてしまっていたりとか、そういうものが多少あって、で、防除を、この間の動画で、やっているのを見ていただいたかわからないんですけど、そういう防除をやっていく中で、余分な葉っぱがあれば、それだけ、使用する薬剤もこう多くなってしまいますし、新しい葉っぱが出てきているところに、当たらないようなこともあったりするので、結構その葉かきと防除っていうのはセットで行ったりはするんですけども、薬剤の散布をですね、効果的に行っていくために、葉かきっていうものをやっていこうと思います。はい、で、葉かきを行っていく、理由としては、自分の中で、2つぐらいあって、で1つが、先ほども言った、防除より効果的に行っていくというところと、どんどん今新しい葉っぱが出てきているので、その新芽の展開を促してあげるというような目的で、葉かきを行います。いちごというのがキャベツとか白菜みたいに中の方からどんどん新しい葉っぱとか、芽が出てくるような植物で、外に行けば行くほど古い葉っぱになってくるわけなんですが、その葉っぱをですね、こう掻いてあげることで中からこの葉っぱがこう出てきやすくなるというようなことがあって、葉かきをやっていくというようなことです。はい、この時期ですね、10月11月というのが、12月の収穫に向けて、まずはこの株を自分の体を大きくさせて、でそしてから花を咲かせてこう実をならしていくということを行うために、葉かきを、やらない人もいますし、本来あまり葉っぱをこうかきたくないんですけども、定食した際のこの最初の株の状態だったり、特に一応こう徒長してる株が多かったので、ちょっと刈いてあげないといけない葉っぱもたくさんあってですね、根っこはしっかりもう今活着してきているんで、肥料さえすれば、どんどん新しいね、葉っぱが出てくるということなんで、葉っぱを刈いてもこう株自体はそこまで、影響はないのかなというふうに思っているので、葉かきの作業をやっていこうと思います。はい、その葉かきのポイントだったり、作業のこうコツみたいなところをこうやっていって、見てもらいながらお話ししていこうかなというふうに思っております。未来花。はい、ではこの辺りからやっていこうと思います。こういう、株、1枚定食した時にこの徒長していたものがこう垂れ下がったりとかで、古い葉っぱをですね、下葉をこう描いていく、作業をこうやっていくんですけども、一株あたりですね、できれば、少なくとも3枚から4枚、葉っぱが欲しいんで、一株あたり2枚とか3枚描いちゃうと、株にも負担がかかってしまうので、できれば1枚とか、描いても2枚ぐらいですね。で、中にはこういう、花芽がもう出てきてるものがあって、ただこういう小さな株だと、花をつけて、実をならせたとしても、小さな実しかならないので、こういうのはもう株が大きくなるまでですね、こういう花芽も取っていってあげるという感じです。で、葉かきの仕方っていうのが、新しい葉っぱっていうのはこう中からどんどん出てくるので、これで言うとこれが一番新しい葉っぱですね。今新芽が出てきて、でどんどんこういう感じで覆いかぶさって、外に行くにつれて古い葉っぱになってくるということなんで、株を見ていくと一番外の葉っぱが、どれなのかっていうのが見れると思います。この株だとこの葉っぱって1枚描きたいな、でこれを下にちょっとこうグッと押し込んでいきながら円を描くように、こういう感じですね。こんな極端にやらなくていいんですけど、下に押さえながら円を描くようにこうめくっていくと。で、無理に葉かきしなくてもいいような株、こういうの別に描いてもいいんですけど、そこまで、なんか古い葉っぱもなさそうですし、
まあ、こういうやつですね。まあ、これをこう繰り返し行っていくって感じですね。はい。で、今年は結構虫に食われてる葉っぱが多くて、まあ、ヨトウムシですね。こういう葉っぱ、これ新芽が食われちゃってるやつですね。だからその辺に虫いると思うんですけど、結構厄介で、一回出たらなかなか、いなくならないというか、まあ、これも食われちゃってるな。わかるかな、この黒いのがね、虫の糞なんですけど、あ、いたな。これですね、これがヨトウムシ。こういう虫がこの葉っぱのこの間にこう住みついているんで、まあ、こういう株が結構あったりするんで、まあ、よく見ていきながらですね、まあ、見つけたらもうつまんで捨てるっていう感じですね。まあ、これも食われてるしな。こういったのが害虫に侵されているような、イチゴの株で、ちょっと見にくいかもしれないんですけど、まあ、この新しい葉っぱだけを食べて、この周り、ちょっと見えるかわかんないですけど、黒い点々がね、あるんですけど、これが虫の糞で、これもどっかにいいんじゃないかな。まあ、クラウンの隙間だったり、土の中に隠れてて、夜出てきて葉っぱを食べると。いう厄介な虫で、まあ、しっかり奥の方まで殺虫してあげないと完全にやっつけることできないんで、まあ、ここのこう駆逐っていうところを、まあ、防除によって行っていかないとなっていう感じですね。で、まあ、こういった作業を今見てもらったようなことですね、ずっと続けていって、まあ、この辺りだったら、まあ、30分ぐらいでこの1等分だけだったらね、終わるのかなと思うので引き続きやっていこうと思います。Moments we can't forget, the colorful feelings are